えら26日はお風呂の日、楽しいお風呂グッズでお風呂タイムを応援。こんにちは、お風呂グッズ担当です。さあ皆さん、今回はなんとびっくら卵のちいかわが出ました。それでは早速開封していきます。はい、ではびっくら卵ちいかわ早速開封していきます。今回は見てください、サウナでサウナハットかぶってこう汗をじんわり流しているちいかわ8割れうさぎ、そしてお風呂上がりに牛乳を飲んでいる、これ見てください、めっちゃ可愛くないですか。ちいかわと8割れのマスコットが出てきます。さあ皆さん、ちいかわ大好きですか。私もちいかわ大好きで大好きで。さあこんな感じでいつも通りフィルムに巻かれて出てきました。さあこれね、いくら卵は手で簡単にフィルムが破れるので最高ですね。お風呂場でもすぐバスボールが楽しめてしまう。はい、それでは黄色のバスボールを入れます。さあ今回はカモミールの香りです。さあ見てください、わあ、サウナに入っているちいかわが出てくれました。かわいい。さあ今回マスコットを全部出してみました。イエーイ。見てください、めちゃくちゃかわいくて。はい、まずはこちらサカツチームですね。サウナに入ってこう汗を流している子たちですね。私の大好きなウサギもおります。さあそしてこれもう一押し、私の大好きな一押しの牛乳を飲んでいるちいかわと8割れ、もう可愛すぎて可愛すぎて、私も牛乳苦手なんですけど、これ見ながら飲めるかなって思ってます。さあ皆さんもぜひこちらちいかわ揃えてみてください。可愛いちいかわ全部コンプリートしたいよっていう方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。